ン屋さんのバイトしてました。 JK を楽しみました。何も気にせずに日焼けができるっていうのがオリコンニュースをご覧の皆さん、こんにちは、吉川愛です。最初はすごい緊張してたんですけど、実際人見知りっていうのもあっていや大丈夫かなと思ってたんですけど、すごい皆さん優しくて、すごい話しかけてくれるスタッフさんが多くて、すぐに慣れましたあの福士さんが一番共演するシーンが多いんですけど、結構あの福士さんも話しかけてくださってて、川口さんとはどこに住んでるのとかそういうなんかすごいラフな話してました。そのレイの前ではちょっと可愛らしく上目遣いだったりそういうのあるんですけど、なんかいろんな人に対しての性格が違うからもうって思いますね。人生で初めてバイトをしました。パン屋さんのバイトしてました。休憩時間がパン屋さんとかだと1時間しかないとかなんで、その間ずっと動いてなきゃいけないとか、お客様に対しての接客の仕方とか、そういうのも気をつけなきゃいけないとか、そういうのがすごい大変なんだなと思って、ドラマとか見てる時にもう一回演技やりたいなってちょっと思ってきてた部分があって、で、あの街でファンの方が声かけてくださって、待ってるねみたいな言ってくれたんで、すごいなんか嬉しいなと思って、思ってる時にそのスカウトをしていただいたので、もう一回やってみようと思って屋外プールに行きました。日焼け止めとか全く塗らずに、日傘もささずに、帽子もかぶらずに、何も気にせずに日焼けができるっていうのがすごい楽しかったです。ないです。JK を楽しみました。出せそうじゃないですか。出せてると思います。二階堂ふみさんがすごい憧れの女優さんです。どんな役をやってもすごいそこに、その役にちゃんとハマってて、すごい感動したので、それからすごい二階堂ふみさんがすごい憧れです。やっぱちょっと変えなきゃいけないっていうのがあったので、子役だったらくしゃくしゃに泣いてとかするんですけど、でも大人だったらちょっと綺麗に泣くみたいな、そういうのをちゃんと意識しないといけないなと思って、そのクールな役が多かったので、なんか可愛らしい役とかできたらいいなって思いますね。そのキュンキュン系もやってみたいですし、やってみたいそうですね、読むのは好きです。その本じゃなくって、私ずっと携帯なんですけど、リアル JK ですので早瀬さんとはもう一回共演したいです。すっごい優しくって、その秘密のお子ちゃんっていう映画で変身して大人になったのが綾瀬さんっていう役で、その同じ似たような演技をしなきゃいけないということで、すごいやり取りとか、誕生日の時に今日お誕生日だよねって言って、まだ1回しかお会いしたことないのに、あのブランケットをくださって、そうやってすごい気遣ってくださる女優さんで、私もこういうところ見習わなきゃなと思って、頑張らなきゃって思いましたね。